ゲームスタート。どうもこんにちは、こんばんは。岩のゲーセンようこそ。稲妻イレブン GO2 ネップ前回についてからやっていきましょう。ではではジャンヌに話しかけて馬車に乗り込もうという。おっと、なんかいるぞ。早速増えてるぞ。誇り高き、うほ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 う。ミラノ結構ポイント高いな。何、いわくつきの勲章が必要なんだ。ほうほうほう、まあこれは後でにしましょう。ではでは馬車に乗り込んで、それではイングランド軍が出てこないうちにオルレアンに入ります。一度ウォークルール方面へ戻ります。途中の分かれ道を北に進めてオルレアンです。行きましょう。本当に大丈夫なのか。うん、大丈夫だと思うよ。お、オルレアンに向かおう。ああ、そこ上ね。ではでは早送りで行きましょう。お、すげえ。とうとうここまで来たね、ジャンヌ。は、はい、間に合ったみたいでよかった。天馬くん、みんな、キリノ、やり遂げたんだな。ちょ待って、BGM かっこよくね。かっこいいよね。ああ、中華、すげえ軍勢。本物の騎士ですね。イングランド軍は援軍が来たのを見て、砦に下がってしまったようだ。隠れて様子を見てるみたいだね。我が同胞よ、シャルル様の命により援軍を連れて参った。ジャンヌ・ダルクだ。俺たち、助かったのか？オルレアンは救われるのか？みんなやつれてる。長い籠城で食べ物もなくなり、みんなお腹が空いているんです。ジャンヌ様、よくぞ援軍をお連れくださいました。あの、遅くなってごめんなさい。ちょっと辛かったことでしょう。ありがとうございます、ジャンヌ。皆さん、今すぐイングランド軍に総攻撃をかけましょう。総攻撃、わかりました。オルレアンに援軍が来たのを見て、イングランドの兵は浮き足だって思います。敵を叩くなら今です。待て、総攻撃はまだ早い。まずは旅の疲れを癒すのが先というもの。ですが、オルレアンの士気が高まる、イングランド軍が慌てているうちに戦わなければ。それも神のお告げか？いえ。戦は我ら騎士に任せておけば良いのだ。おお、なんということだ。私ではこの人たちを動かせないの。ジャンヌ、待って。あれ、後ろきなこじゃな、きなこではないか。あれ、シャルルさんか。キリノが仲間から外れた。みんなが仲間に戻ってきた。うん。キリノはイケメンアップ、あれだよね。スキルで覚えてるからね。ずるいよね。うん。お、異国の迷い人。はあ、はあははあ、は。お、また秘伝酒屋さんがあるぞ。ここはいいの売っててほしいんだが。ストロブレイク売ってるよ。え、強っ。でもロケットヘッドの方が強いっていう。うん。ワームホール。うん、まあまあだな。まあまあだな。てか BGM かっこよすぎでしょ。ジャンヌはここに入っていったみたいだ。俺が話してくる。まあね、これミキシマックスキリノじゃねえもん。今イングランドと戦わなければチャンスを失ってしまう。怖くないのかい。私が逃げたらフランスの人々の苦しみは終わらない。ジャンヌ、私は選ばれたんです。でも私なんかにできるんでしょうか。ジャンヌはすごいよ。え、
苦しむ人たちを救うためにたった一人で立ち上がり、シャルル王子の心を動かしたんだから。君には、君にしかできないことがある。だからこそジャンヌ、君が選ばれたんじゃないかな。私にしかできないこと、俺にも、俺にしかできないことあると思うんだけど。まんまる、どうでしたか？ああ、もう一度俺たちだけでライールさんたちに掛け合ってみよう。え、今すぐイングランド戦わなければチャンスを失ってしまう。ジャンヌの言う通りだと思う。そうだね、歴史は不安定になっている。のんびりしている時間はない。ああ、それじゃあ行こう。おお、金野が再び眺めに戻ったと。 OK です、 OK です。ジールとライールのところに向かおう。ほんと、ほんと、ここの BGM かっこいいな、お写真。お、すげえな、おじさんごと撮って、おじさんも写真入りたかったのかな。ふ、何か用か？なんだ、何用か。お願いします。ジャンヌの言う通り、すぐにイングランド軍と戦って、なまっちゃってやる。それはできぬと言ったであろう。乗車の分際で戦に口出しするのではない。騎士は誇り高いと聞いていましたが、どうやら違ったようですね。なんだと？イングランド軍は目の前にいる。それなのにあなた方は何もしようとしない。もしかして負けるかもって思ってるん？うるさい。敵も消耗している。じっくり守りを固めていれば、囲い込み解いて逃げて帰るだろう。イングランドにも援軍が来たらどうするつもりですか？それは。デイリーです。ジャネ様が手勢を率いてイングランドの砦を攻め込みました。なんだって？みんなが後に続くのを待つとジャネ様の伝言です。まさか自分が犠牲になってみんなをやる気にさせるつもり？ジャンヌめ、勝手なことを。何を言っておるか。シャルル様、ついてきてたの？ジャンヌダルクに続くのだ。良いか、フランスの騎士の名誉にかけてオルレアンを解放せよ。ははは。俺が余計なことを言ったから止めなきゃ。いやー、シャルルさんかっこいいっすね。うん、まあキリノくんかっこいいけどね。おお、おー、すげえかっこいいな。あ、ごめん。良いか、ジャンヌに遅れを取るな。対岸に控え、イングランド軍を打ち取り、打ち破り、今こそ反撃と呪しを上げるのだ。皆の者をこ、はい、セーブしとけと、セーブしとけよ。セーブしとけよと？セーブしとけよ。やなこった、やなこった。すごい戦いだ。ジャンヌ、今助ける。おお、ザナーク君、誰だ？クックック、俺はザナーク・アバロニク、名もなき小市民だ。ちゅうか、名前あるじゃん。エルドラドのエージェントか。何しに来た？クックック、俺と遊んでくれるやつらを、五条さんとまたキャラ被ってないかい？ザナーク君、ザナーク君、邪魔するな。俺はジャンヌを助けなきゃならないんだ。向こうの浮き石に渡るには二つの方法がある。サッカーで俺に勝つか、それとも泳ぐか。ふっ、最も泳いだら邪魔するがな。クククク。さあ、スタンバイしてもらうぜ。お前は、我々プロトコルオメガ 3.0、 ザナーク様とミキシマックスした我々の力を見せてやろう。思うんだけど、ガンマたちかわいそうだよね。普通の姿でさ、一回も戦わないんだよ、天魔たちと。全員がミキシマックスしてるって言うのか。そうなるな。クックック。
いやー、エイリア石の力だこれ。ザナークエイリア石の力使ってるぞ。神のアクアかそれとも。おい、これはフィールド。さあどうする。早くしないと歴史は変わってしまうぜ。クククク、わかった、やってやる。クククそう言うと思ったぜ。おーっと、あーいやー、なるほど、だからだ、セーブしとけと。やっちまったな、これは。試合メンバーを編成しよう。振動、キリノ、キナコは必ず。また振動かよ。たく、キリノ、あ、キリノなんでお前そこいる。キリノなんでそこいる。青山と。天馬、振動、キリノ、キナコをスタミンにしよう。オッケーです。では、では、ちょっと編成しましょう。はい、これでいきます。はい、3人の3トップ?うん。フェイと、影山と、剣と。で、ミッドフィルダーが、天馬、振動、錦で、ディフェンス、カリア、キリの、きなこ、じいさん。で、キーパー、しんすけと。あの、ザナークとやらが、どんな作戦を用意しているかわからん。この試合は、この後、いや、これはシャルル、さんだね。うん。監督とは何だ。監督はチームの指導者。なるほど、つまり王ということだな。ならばこの試合王対シャルルが監督を務める。なぬ、ワンダバかわいそうだな。ここまで来ると、いやこっちの方がかわいそうだな。あんたフレンチドッグ3本。あいよ、ふう、忙しい、忙しいと。いや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 。いや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 。あんた、急いで。って、いない。かわいそうだね。で、もしガタガタ音なんか入ってたりしたら、風のせいです、外の。すいません。ここはどうやら中世フランス、オルレアン解放戦の真っ只中のようだ。ライモンチュース監督はなんとシャルル王太子、対するザナークアバロニク率いるプロトクローメが 3.0 バージョンアップして強さも倍増だ。さあ、名高いオルレアン解放戦の背景に対、はい、くくく、そう言うと思ったぞ。ジャンヌ、待っていろ。誰もキリノの助け待ってないけどね。いや、そういうこと言っちゃダメかね。うん、ダメだね。行かなきゃ。私がみんなの先頭に立って。ぐっ。いけない、どうして。神よ、我に勇気を。ジャンヌ、我が軍は押される一方だ。このままでは。もうすぐ援軍が来ます。神は必ず我らを勝利に導いてくださいます。神の声が聞こえるなら教えてくれ。なぜ神は俺たちにこのような試練を与えるんだ。それは、お前を信じてよかったのか。聞こえたんです、神の声は。本当に。本当に。ワンダバー。ダメだ、ジャンヌがあれではまだミキシマックスできそうにない。ジャンヌ。おほうほうほう。お、タッチペンを出せ。お、プロトコルメが 3.0。いや、2.0 のエンブレムの方が好きだな。あれ、チームレベル。あ、これあれだね。レベル上げすぎたってやつだね、選手情報。ガンマ、お、ザナーク監督、ザナーク監督、ガンマ、ガンマスライクテクニックプラスゲート、ほほほほほほほ、じゃあもう風ガンガンうるさいな、風、お、ジャイロセービング、ハードパンツァ、パンツァ、ルジック、もう、うん、まあいいだろ、いや、勝てるだろ、勝てる、オレレアンキオフィールド、いやー、エイリア席の力プンプンしますね。さあ、ライモン VS プロトコロメガ 3.0、オレレアンキオフィールドでいよいよキックオフです。何?ヘルメットしてんの?よいしょ。テマ、俺にやらせてくれ。はい。うわぁ、そのオフェンス、予測通りだ。おい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 。くそ。スマート。これがザナーク様が与えてくれた力だ。与えられないと気は弱いと。そういうことでいいんだね、ガンマ。よし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 。これ、ゲームの時だけかわかんないけど、きなこ背高いよね。確かゲームだけだったと思う。アニメでは背低かった気がする。うん。もちもちきなこもち、ほんと強い。ほんと強い。お、
わはは、よくやったぞ、ひなこ。実に面白い戦術だ。ふふん、うちのお餅はもちもちやんね。ふざけているのか、貴様ら。ふざけてねえよ、取られたくせに。それこ、わ、びっくりした。ワンダバに見えちゃったよ、これ。この子ワンダバに見えちゃった、今。やべやべ。後ろ姿って言ったらもうあれワンダバじゃねえかよ。あの、ローブ姿のね。クレストターン、V2。はい。お、技レベルアップ。よいしょ。よいしょ。あっと、ミスった。あっと、あっと、あっと、あっと。これは、あえて、あえてキャッチね、あえて。134。いや、いけるだろう。いや、いけるだろう。いや、このディープミストで止めるわ。ここのディープエイナム。エイナム、顔変わりすぎだろって。止めるよね。よっしゃ、ナイス。ナイス、ディープミスト。で、いや、先制しときたいんだがな。何やるかわからんからね。イベントかなんかで1点入って、オフサイド、フェイ。オフサイド、オフサイドじゃない。イベントかなんかでね、ちょっと1点とか入っちゃったら厳しいんで、メダム。メタボの間違いじゃないか。で、おっと、トータルパワー負けた。あー、でもなんかトータルパワーでは負けるね。お、ナイスカリア。カリア強いぞ。で、ここでザ・ミストを使う。もう、キシンドはアームとデアーミスった。オフェンスコマンド04。スピニングアッパー。やばい、トラウマだ、トラウマ。キシンドトラウマ。よいしょ。あ、そう。よ、だよね。てか、敵がオフサイド、CPU がオフサイドするの初めて見たかもしれない。決心発動、ガンマだろ、どうせ。ってことは、シンドウくん、アームド。アームドじゃない、発動。なんだ?リュカオン。お、かっこいい、かっこいいぞ、リュカオン。お、奏者マエストロ、シシキ。マエストロよりかっこいいじゃないかよ、リュカオン。錦先輩。いや、マジで。オッケー。てか、バハムスって名前かっこいいな、おい。お前名前人一倍かっこいいな、バハムス。ほんとブロック。おっと。よっしゃ、ナイス。リニアドライブ。なんだそれ。これはオフサイド。いや、取られるか。よいしょ。いや、厳しいな、結構。剣さん。ちょっとブロック。いや、リニアドライブ止められるか、今回。よいしょ、止めた。どうするか。さーてどうするか。ここからだな。さーてどうするか。突破。よいしょ。いやー、どうしよう。光くん。光くん、左。いやー、取られるよね。あ、いやー、無理だね。おほー、タクティクス、ここで。いやー、バーソルミューなんとか。タクティクス AX3。いや、振動。なんかな、これきっとガンマのフォーメーションがこれ、ライモンのフォーメーションと合わないんだなって考える。ハンターズネット。てか、どうしたアイナム、マジで。顔変わりすぎだろ。てか、強えな、ハンターネット。ハンターネットでいいんだよね。フェイルーン。すっごめー。いいぞ。ちょっと離れてるけど。バウンサー、ラビット、カイ。よいしょ。167。いや、スキルで上がってるんだけどね。お、キーパーコマンド、07。だよねー。ちょっとわかってたわ。取れる。いやー、取れると真実なのに。シャッ。あ、そこ。いや、そっち。いや、マジでー。ちょっと怖い。どうせプラズマでしょ?よいしょ。141。いや、ちょっとこれブロックするのもったいないな。ここからなら大丈夫でしょ。大丈夫。で、これで、バーニングキャッチで止めて、一気にこっちもタクティクスで1点決める。よし、オッケー。じゃ、結構強いな。痺れダメージが結構ね、鍵になってくるからね。タクティクス。で、神のタクト使うか。神のタクト。誰に回る?化身持ってるやつがいい。ナイス、剣。これで、おほい。いや、マジなんか覚えさせとくべきだった、剣。無理だよ。ファール。いや、ブロック。どうだ?リニアドライブ。リニア、よし。
これでもうどうする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 、あーどうするどうする、やばい、あこれは無理。おマグネトロ失敗、よかった。うわあったす、いやーいや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 、どうする、アームドしてフレストターン、奏者マエストロアームド、いいぞいいぞ、フレストターン、フレスト、でも V3 が一番色的に綺麗じゃない？ V4 紫でそこま、そんな好きじゃないっていう。よいしょ。ミキシマックス、信長。お、アームドしてからの信長は初めて見たな、そういえば。よいしょ。からの、ちょっと1点確実に決めたいからね。来るぞ。赤いところが一番かっこいいぞ。ここ！あーかっこいい。はい、かっこいい。どうだ？お、パンチングか。まあいいだろう。よし、危ない、後半ギリギリ、前半ギリギリ、後半じゃねえよ。よっしゃ、よいしょ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 、これでちょっと化身、相手のそこの人の化身破壊したいんだけどな。ザ・ミスト、いやーやっぱ振動使えるな。ザ・ミスト覚えさせて正解だ。よいしょ、いやトータルパワー強すぎだろ。でこう、こう、いやー、お、これ使ったら前半終わりかな？マグネットドローなんかに負けるわけがないだろう、フレストターンが。よいしょ。かっこいい。神道の信長はかっこいい。いや、いや、時間間に合え、間に合ったー！よし、2点目いただくぜ。あ、赤いところかっこいいよ。一番赤いところかっこいい。ここ、今のボーンのところもかっこいいけど。ここ！はい。あー、忘れてしまった。さっきの方がトータルパワー強かったね。いい感じ。はい、ちょいと DS を動かすトラブルが発生しましたが、まあすいません、まあじゃねえよ、すいませんだろ。よいしょ、前半終了。では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 、今回ここまでにして、次回ね後半戦やっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。